どうもプリンでございます。本日はですね、食器を洗いながらのお届けとなっております。食器洗う時ってさ、なんか時間がもったいなくない？一石二鳥みたいな。なんかいつも YouTube 見ながらとか洗うんですけど、今日はちょっと動画を撮りながらね、洗っております。めっちゃ雷鳴ってるんだけど、なんで急に？怖っ。今日はですね、朝の有酸素をお休みして、もうどうしても今日生理3日目なんですけど、もうどうしてもきつくて、なんか生理前からさ、すごい体が重くなって、なんか気分もちょっと落ち込むじゃないけど、なんだろう、きつーみたいな、なんかこう前向きによしトレーニングやるぞみたいな感じに持っていけないんですよ。で、生理始まったらそれが開けるからと思ってたんですけど、昨日めちゃくちゃきつくて、まあ、昨日は普通に朝ポーレンして有酸素して、でお昼トレーニングして有酸素してでできたんですけど、でも相当きつくて、もうなんかトレーニング中からしんどみたいな、もう早く帰りたいみたいなさ感じで、で今日の朝起きたら体がめちゃくちゃ重くて、なんか普通に歩けるのも辛い感じで、これやばいなと思って、今日朝6時に1回起きたんですけど、もう1回寝て、もうちょっと休息取ろうと思って、もう1回寝て、朝10時ぐらいにもう1回起きて、でお昼食べて、今食器洗ってるって感じ。減量中ってそれだけでこう体結構きついから重くなる時もあるんですけど、マジでほんと生理前と生理初期始まってすぐぐらいの体の重さは半端ない、マジで。普通にさ、足にウエイトつけてる感じ。足にウエイトつけて、なんかこうバーベル背負って歩いてるみたいな、そんな感じです、朝起きた瞬間から。マジでやめてほしい。まあでもなんかゆっくり休んでご飯食べて、だいぶ体も楽になったので、食器洗ったらトレーニング行こうかなって感じです。でね、私思ったんだけど、ちょっとさ、女性競技者、女性コンペティターの皆さんさ、結構生理が止まるっていう人多いと思うから、ちょっとそれについて話したいなと思って動画撮ってるんだけど、まあ減量進めてさ、末期とかになると体脂肪率みんな 10% 切ったりとか、そのくらいになってくると思うんです。でそうするとさ、生理止まっちゃったとか、まあ大会終わって食べ出しても生理戻んないみたいな人も結構見かけるんだけど、まずね、ちゃんと病院行ってください。病院止まる方、生理止まる方とか、まあ、不調がねある方は病院に行きましょう。私はさ、減量、まあその大会で始めてもう3年目とかで、まあ、今回で6ステージ目とかになるんですけど、生理が止まったこと一回もないのね。しかもちゃんと来る、周期通りに。で私が、まあ、定期的に病院にも行くようにはしてて、もう私今年39で、まあ、来年の3月で40なんだけど、若い頃は生理周期28日だったんです。ぴったり28、まあ28か29とかで来てて、でここ何年か、まだねステージに立つ前ぐらいから生理周期がめっちゃ短くなったんですよ。生理周期ね、今は24から、幅があって、長い時で29とかです。で、大体26日から35日ぐらいだったかな、は、普通なんですよ、生理周期としては。
だからまあ若干短い、24とかできたりもするからくなってて、で心配だからやっぱりあの婦人科行ったんですよ。で婦人科の先生に言われたのは、まあ、もう私も結構年だからさアラフォーもいいところなんで、40歳とか、まあ、なってくると、その私ぐらいの年になると閉経のことを考えないといけない、生理が終わる年があるんですけど、まあ人それぞれも違うんだけど、で閉経になる前は、まあ、生理周期が乱れやすい、短くなったり逆に長くなったりする人もいるみたい。で私の場合はその生理の周期が短くなるパターンの人みたいで、だからまあ加齢によるものとかもあるし、まあダイエットを私はやってた時期があったんで、その時に短くなったんですよ。だからまあダイエットの影響もあるかもしれないっていうのは言われました。けどまあそのそんなに心配するほどのことじゃないっていうかねっていうお話だったので、まあホルモン値とかもそんなにあの変な数値はなかったので今に至ってます、そのままね。でその生理が止まっちゃう、減量で生理が止まっちゃう人は、減量が、原因の一つ、引き金の一つではあると思うんだけど、その前から何か問題があることもあると思うのね。もともとホルモンのバランスが崩れてたりとかね。だからあの私とかはもう結婚して子供も生まれて、そのね生理がたとえなくなったとしても特に問題ない感じではありますけど、まだ若くてさ、これからこう出産もしたいなとか思ってる人で、そのやっぱ生理周期が乱れやすい人がいるんだったら、ちゃんとあの減量中もオフの期間も病院に行くべきだと思います。それはさ、なんかその減量がどうこうっていうよりは自分の体をちゃんとメンテナンスするっていう意味で行った方がいいと思います。なかなかさ、みんな忙しくてさ、そのなんていうの、命に関わるような病気とかじゃないからつい後回しになりがちな人多いと思うんだけど、絶対に行った方がいいと思う。なんかそのホルモンのバランスが乱れるって、確かに生理のこととかもあると思うんだけど、もっと年取ってくると、例えばその女性ホルモンが出なくなってくると、骨粗鬆症になりやすいとか、そういうさ病気につながってくることもあるんだよね。だからそのちょっとの不調を見逃さないっていうのがすごい大事だなと思ってて、別にさ検査に行って何もないんだったらそれが一番いいんじゃないですか。だからあのまあ減量とか私たちみたいにこう過酷な環境にね体を置くことがある人はもう絶対に行った方がいいと思う、うん、っていうことを私は今日は伝えたい。はい今回ね、今月ね2回来てるの生理が。7月の9日に第1回目来て、で今日何日、あもう8月になったけど、7月の29にまた2回目来たんですよ。だから周期としては20日21日かとかしか空いてないので、ちょっとね早すぎる。だから本当だったら生理が来るか来ないかぐらいの時にサンディエゴに出発して、まあ生理明けですぐステージっていう感じだったんだけど、まあなんか時期的にはすごくいいよね生理が完璧に終わって1週間後ぐらいが一番コンディション上がるんで、まあサンディエゴはすごいいい感じで上がれるかなとステージにね思ってます。でその後ね、8月の26日が下手したらまた短い周期で来られると被るステージの時のあれと、もうそれが読めないからね。
困るよね。まあもう生理前の超絶むくんでる時じゃないことを願うしかないもうこればかりは分かりません。なんかピルとか飲んでるね人もいるけど、私は一時その乱れた時に飲んでた時もあったんだけどやめました。まあもう自然のね摂理かなとも思うんで、その閉経に向かうとか、うん、っていうのはねしょうがないかなって思うので、まあ自分の体をしっかり観察しながら、まあ減量したりとかやってます。もちろん病院とかもね行きながらね。よいしょ、水の音うるさいかな、まあいいかよいしょ。私昨日きつすぎてさ、食器洗って寝れなかったから食器が溜まってんのよ。大事なことをお伝えし忘れたので追加で、撮っております。減量中なんですけど、BMI にも注目してみてください。 BMI は、ボディマスインデックスってやつですね。通常はなんか肥満指数とかを見るために、出すやつなんですけど、計算式もちろんあるんですけど、最近はあのインボディとか測ればピッて出てくるので、インボディで BMI を注目してみてください。で、減量する人は 18.5 未満が低体重であるっていうことは頭の中に入れといてください。だいたいね、私が見てるクライアントさんとかで不調が出始める人は、BMI が17とか17未満とかになってくると結構みんな体調不良を訴える方が多いです。で、BMI は筋肉増やせば変わるので、ぜひ皆さん筋肉を増やしていきましょう。めっちゃ雨降ってきた、やだ、雷もすごいし、飛んだしなんかもう最近さ天気がすごいあれだよね、熱帯地域みたいな天気じゃない？暑さも半端ないしさ。よし、じゃあこれを洗ってトレーニングに、今日のトレーニングは肩をやりたいと思います。でね、そろそろもう来週が出発なんで、トレーニングの強度も徐々に落としてきています。あまりね疲労が乗った状態でステージに立ちたくないので、うん、まあだいたい8割ぐらいの感じで今トレーニングをしてる状態です。でもう出発が8日なんですけど、8月の出発してからはもうがっつりトレーニングとかしないと思うから、向こう着いてからまあ1回行くかなジムって感じ。あとはもう家っていうか、そのホテル滞在先でパンプアップのまあリハーサルみたいな感じのトレーニングが中心になるかなとは思います。あと1週間しかないんだけど、出発までまだ何の用意もしてない、しなきゃそろそろなんか一応その予約関連はほぼ終わってて、エスタ申請するの忘れててさ、もうそれも気づいてちゃんとできたので大丈夫で、あとレンタカー頼む予定だったところのレンタカー屋さんがなんかもう空いてないって言われちゃったから、ちょっと新しいところを予約すれば、まあ予約関係はもう大丈夫かなって感じです。楽しみ、マジ なんかね何が楽しみって、まあ、旅行っぽい感じもすごい好きっていうかさ、楽しみなんだけど、そのステージ立つ時に自分がめっちゃ緊張するのか意外と緊張しないのか、なんかその辺がすごい楽しみで私日本のステージだとほぼ緊張しないんですよ。なんだけどさすがにさアメリカとかだから緊張するかなっても思うし、
う自分がどんな反応が見れるかっていうのがすごい一番楽しみだな。で、サンディエゴ戦はそうさ、フィジークのプロ戦があって、なんとカネキンさんが出るんですよ、そこのステージに。それがめちゃくちゃ楽しみ。なんかカネキンさんの海外のステージをその間近で見れるって多分ほぼないじゃないですか。で、私めちゃくちゃ全然知らなくて、そのカネキンさんが出られるっていうの。で、そしたらあのその間ライブの時におっしゃってて、同じじゃんと思って勢い余って嬉しくて DM しました。なのでかい、カネキンさんのステージ、自分のステージももちろん楽しみなんだけど、カネキンさんの、海外のプロ戦が見れるっていうのもすごく楽しみです。じゃあ、うわ、めっちゃ光った。やば、ちょっと待って、今から取り行こうと思ってたのに、なにこれ、やめて、行くけどさ。はい、というわけで食器洗えたので、トレに行ってきます。いっ。